ちは、那須大輔です。今回は対談第2弾ということで、元戦友かな浦和レッズの柏木陽介選手に、対談来てもらいました。はい、お願いします。お願いします、はい。でその前にちょっと言っておきます。雷がすごいです。もうちょっと気にせず、この音はよろしくお願いします。お願いします。ちなみにまず自己紹介からお願いします。浦和レッズ背番号10番柏木陽介です。那須さんとは5年ぐらいありました。5年一緒にやって、で急遽呼ばれたという形ですが、まあ、あんまり当日になるまで趣旨もいまいちよくわからないままここに来ているという、その不安を抱えて今合流しているという状況になっております。はい、そこの臨機応変さが柏木君の良さです、はい、最初もそんな、そう、そんなだった、ね、うん、でいろんな趣味とかで、そうですね、うん、で俺は陽介と初めてお飯行ったでしょ、うん、あそこから俺の中での浦和レッズの軌道がこう始まってたからいや、そうなんですよね。そこからだって俺のコーナーから那須さんめちゃめちゃ点取って、めちゃめちゃ、そう、陽介のコーナーからめちゃめちゃ本当さ、ダントツ8点あ、9点、すごっ、うん、キャリアハイだったから俺も9点取ったことないですか、シーズンで本当びっくり、びっくりなぐらいもう本当分かったから、とりあえずここに蹴っとけなんとかなるみたいな俺もあったからね、楽だったけど、子供の頃の夢は、でも俺は小学校1年生の時にもう J リーグができたから、あもう J リーガーでしたね、完全に、うん、まあでも J リーガーなれんかったら ないかなとか考えてたけど、うん、でもサッカー選手っていう夢はもう小学校1年生から変わってないから、そうですね、それも実現できたのはありがたいし、うん、それが仕事になってるっていうのも嬉しいですよね、うん、はい、じゃあちょっと陽介から見た、うん、俺、うん、どうだったかなと。そうですね、那須さん、まあ、とりあえず基本的に人がいいなっていうのがまずベースで、まあ、アホもするじゃないですか、そうね、はい、そうね、で、まあ、最初いじられんの嫌いなんかなと思ったけど、本性出してきたら、どっちかっていじられる方が好きなんじゃないかっていうぐらいね、そうね、はい、まあ、基本リスペクトですね。ただクレイジーなとこはあるっていうのはもちろん、はい、誰もが那須クレイジーって呼んでると思うけどまあやっぱ若干変わってますよね。そうね、はい、で俺から見た陽介は、はい、まあ、とにかくサッカーはうまい、もううまい、もうほんと技術あるし、で、まあ、陽介もこうバカもできるし、一緒に、はい、うん、プレイヤーとしてはもうほんと言うことないかなっていう、キャプテンやったことやって、陽介のさ心境の変化じゃないけど、いや、めちゃめちゃいいですね。でしょ、で、まあ、めちゃ変わりました。責任がさ、うん、やっぱこうかかるし、うん、もう一個こう上に行くんだったらさ、もうサッカー選手としても多分人としても今めちゃ成長させてもらってるというか、これがしかもうまくいってたらなんか そうでもないかもしれんけど、やっぱうまくいってなくてっていうのはやっぱ自分の中でいい経験させてもらってます。レッツで10番でキャプテンっていうつくさせてもらえることなんて多分なかなかないですし、この臨機応変さが陽介のいいところですそうですね、真面目とアホ、そう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 、あと那須大輔あれですね、歌がうまいっていうのはこれ誰も知らないんじゃないですか、うまそうじゃないじゃないですか那須さんは歌うまいんすよ、いやいやいや、これだってみんな思ってないでしょ、那須さん絶対下手そうだと思ってるでしょ、歌わなさそうとか下手そう、むちゃくちゃバラード歌うそれを言いたかったね、やっぱ歌うまいな、ありがとうございます。初めて日本代表に選ばれた時の気持ち、はい、俺代表選手になったことないからフル代表はどんな感じだった？最初だって僕19歳プロ2年目の3月に呼ばれたんで、すごいよね、衝撃でした ね、もう嬉しいとかじゃなくて、大丈夫みたいな、やれるんかなっていうのはあったけど、やっぱ行って上手い人とやると、うん、やっぱできるんやって思った瞬間でもあったかな。19歳すごいね。そうですね、よくよく考えたら、はい、一番取り上げられてた若手だったんですよね、うん、その時は。そうだね、でも嬉しかったな、素直に、はい、もし仮にサッカーをしてなかったらあんまりイメージない、どうしようもないやつになってる気がするあ、そういうこと、うん、他にやりたいことなかったの、サッカー以外に？全くなかったですね。なんかスポーツでも野球とか？スポーツは全く全然、そうそう、いや遊びでやってましたけど、全然そのプロ目指すぐらい好きになってないし、芸能とかなんか、芸能はやっぱテレビ出てもかっこいいな、モテたいなとは思う、思ってます、今でも思ってますが、テレビ出てモテる出るならモテたいと。逆に那須さんだったんですか？俺はもう歌手。歌手、うん、もうその時から、うん、サッカーやってなかったら歌手になっちゃう。でも歌手でいいよね、一番かっこいいよね、かっこいいし、自分の作ったら泣いてくれんよ、そ
そうですね、泣いてくれるし、で絶対記憶に残るじゃないですか、この時のこの曲だとかね。そうそう、だから本当なんかそういうのがいい、歌うっていうよりその自分の声で感動してくれたりみたいな。なんかヴィッセルのファン感とかあったら歌ってもらいましょうね。そうだね。ああ、まあ、ね、機会があれば。それはもう絶対ヴィッセルの人お願いします。機会があれば。那須さんの今神戸での話ってどんな感じなんかなって、最近インスタとかね、この YouTube 含めてですけど、なんかいろいろ表に出てきてるなと思って、確かに、どうした那須ですけどって裏話になってるんですけど、まあ、そのに関してちょっとどうなんかなっていう。ね、もともと、なんか本とか出したいとか、うん、こう何かをし残したいですね。そうそうそう、伝えたい、自分のこととかね。のがあって、うん、メディアに出るのは好きじゃなかった、うん、全然裏の時とかまあ分かると思うんだけど、うんうん、あんまり好きじゃない、うん、そんな嫌いとかじゃないけど、自分から自ら出るとかあった、ね、うん、なんだけど、まあいろんなこう人の縁に触れていく中で、うん、そういう、まあ、YouTube もそうだし、うん、インスタもそうだし、うん、あれも一つの残すっていう形、まあ、でそのやり方さえこうね、考えれば本当にいいものが残せるし、うん、そういう言葉でやっぱ誰かがねこう支えになったらそれはすごく嬉しいことだしっていうので、うん、じゃあちょっとやってみようっていう、うん、まあ、それがまあきっかけだったんだけど、うん、いやでもやっぱりね、あとはイニエスタとプレーしてるってことは、うん、俺らサッカー選手にとってはもう夢みたいな話なんですけど、ちょっとイニエスタの凄さはこれまたどうせイニエスタに出てもらおうとしてるでしょ、うん、いずれねどうせやけど、その前にイニエスタのちょっと那須さん的凄さをちょっと僕から聞きたいなからね。確かにね。っていうか、まずは人間性がものすごい、うん、で、プレーはね、なんかね、その簡単なそのサッカー、まあ、プロでやってたら分かるんだけど、うん、簡単なワンツーとかこうちょっとのパスでこうずれたりしたら、やっぱり一般の人何やってんだよって思うんだけど、やっぱいろんなシチュエーションとかあるでしょ、うん、だからこうミスったりもするじゃん、うん、だからサッカー選手だったら分かるじゃんその気持ち、うん、それがない、ほぼない、うん、だからノッキングしないし、うん、あとその時間が止まる、彼だけ違う、うんうん、彼だけ自分の時間っていうか自分空間で、まあ確かに止まってからなんか自分の雰囲気にして飛ばせるもんね。そうそうそう、雰囲気にするし、あとなんか2人で喋った時に2人、まあ、通訳もちろん返してるんだけど、うん、彼がそのもちろんそのバルサからもう一番トップじゃん、うん、世界のトップクラブから J リーグって言ったら、それは落ちるわけじゃん、うん、落としてくるのに彼はその喋った時に俺は強くする責任があるっつって、神戸をっつって、だからそのことはめちゃめちゃ響いて、うん、しかも練習でもめっちゃしっかりやるし、守備もしっかりいくし、うん、なんかその姿で、ね、めっちゃ俺も学ばされてるし、うん、後輩たちもみんな、いやそうだよね。じゃあそういう一流の選手がやってると、日本ではほら頑張らへん選手って結構いるやん、日本人でも、うん、俺はエースだからみたいな、うん、確かに、うん、外人でも、うん、別に代表とか入ってる外人じゃない、うん、でも助っ人として来てると守備戦でいい、うん、そういう人たちが本当やらなあかんって思わせてくれるような状況ってできるんやろなって思ったから、うん、すごいことだなって。だからもうこれ、だから今この対談をしたことによって、俺に絶対イニエスタに俺とユニフォームを交換するように絶対言っといてくれないと、これは俺はもう絶対初めて自分から交換したいって言ってるんで、これは絶対言っといてもらって、言っといてくださいマジで。これはもう絶対イニエスタにもう絶対もう俺は交換しないと、もうその試合俺帰らない、イニエスタ返さないから。俺へのね圧力が来るからね、はいはい、そこはしっかり言ってきます、はい。それさえ回ってくれれば、俺もこの話はもうこれでもう DM 以上です。今サッカーしている子供に向けてメッセージ、はい、これ難しいですよね、うん、あんまり見てないっていうのももちろんあるんですけど、うん、まあなんかこうアドバイスというか、なんかこう、まあ、サッカーしてる人だけじゃなくて、多分なんかこう陽介がこうなんていうこういろいろ代表とかエアレッツとかこうステップ踏む上でなんかこう行き詰まったりなんかあったと思うんだけど、その中でこうなんかまあまず夢を持ち続けることっていうのはすごく大事かなって思ってて、その目標を達成するために何かのその目標夢がないと何も超えていけないなっていうのがまず一つあるなと。だから絶対夢を持ってほしいし、もう自分はできないじゃなくて、できないことが当たり前な状況から始めていくっていうのが普通だから、もうそれはずっと肝に銘じてやってきたと。まあ、あとは感謝ですかね、まあ、親にしろ指導者にしろ仲間にしろ、まあ、いろんな人に感謝の気持ちを持ってやれる選手がやっぱ一流かなと。だからサッカー選手として素晴らしくても、人としてダメやったら俺は
一流じゃないなって思うから、やっぱ人としてもサッカー選手としても、まあ何の職業でもいいですけど、まあリスペクトしてリスペクトしてもらえる、そういう人間になってほしいなとは思うんで、はい、じゃあ楽しいお話ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。